どうも、こんにちは。なんか声変じゃない？そういえば、これ風邪？いや、わかんないけどなんか大しゃべりしたの？こんにちは。ああ、ちょっと前にカラオケに行ったから。ああ、マジかよ。マジかよ。そう。あ、ガラク好きなの？好きだよ。あ、ほんと？うん。ディオンのガラクすごいんだもんね。あ、違うの？韓国と。ああ、違う。そうなんだ。なんか、これ、流力なんか木あるじゃん。ね。ああ。それすごい。なんかめっちゃびっくりした、それ。あれか、あのタッチパネルの機械のやつだよね。そう。あるある。ちょっと、うわ、すげえなと思ったの、それ。うん、本とこのリモコンだけだね。ああ、そっか。うんうん。なんで？なるほどね。いや、そうなんだと思って。日本も一緒じゃん。そうだけど。韓国のカラオケはちょっともっとおしゃれかな。そうなの？なんか。何それ？なんか。靴脱いだったっけ？靴脱いてないでしょ、ディオンは。脱がないよ。でしょ。靴脱いて、うん、なんか靴脱いていくの。脱いてた部屋とか、なんか、通路とかがちょっと素敵じゃない？素敵？あ、でもこれ映っちゃったね。いいかな。あ、いいよ。いいの？今隠すために。あ、ようやくで。あ、なんか、素敵。通路？なんか、通路を歩いて、横に部屋があるの。それ普通じゃん。普通。だから、この通路はなんか、透明で、なんか、いろんなものを飾ってあるとか。ああ。うん、なんか、部屋もなんか、配置とかは、ちょっとなんか、おしゃれだね。へぇー。あ、なんか、ホテルみたいな感じ。あ、ホテルまでは行かないけど。うんうんうん。もしなんか韓国のカラオケ写真があったらちょっと見せるわ。ちょっと違う。うん、でも見たい見たい、うん、でもリモコンは本当にディオン素敵だな。あのリモコンね。だいたいの部屋に、うん、あの機械のリモコンと、うん、本と普通のリモコンがある、うん、ああそっかそっかそっか。だから機械1台だから、うんうん、誰かが機械で選んでるときに、うんうん、本で選んだりとかで。そうだね。あ、本当だ。そうそう、カラオケ。日本のカラオケ行ったことあるんだ。お、あるある。最近は行かないけど、3回ぐらいある。あ、ほんと？うん。3回ぐらいあるね。何歌うの？韓国の歌？韓国の歌、もう、ハングル出るよ。ハングル出る？ハングル出る、ちゃんとハングル出る。あ、そう、ハングル出るよね。カラオケ、一人分の出す、払うでしょ。一人でいくらでしょ。あ、大体そうだね。でしょ、一人で何時間でいくらとか、そういう感覚じゃん。そう。でも、韓国は、部屋でいくらって決めるの。ああ、そういうことか。この部屋は1時間でいくらとか。日本もそういうのあるよ。あ、あるの？場所によって違うかな。ああ、そう。うん。ああ、そっか。なんか、僕はなんか、一人でいくらって書いてあるじゃんか。カラオケって。ああ、そうだね。うん。ああ。いろんな、何でも一人じゃん。何でも一人いくら。でそういう感覚でしょ。そうだね、うん、最近はそんな感じだね。そう、うん、だからうん、そう、これやっぱりこの前思ったけど、ホテルも一泊でいくら、こうやってなんか一泊でいくらって言わないでしょ。一人でいくらって言うでしょ。一人でいくら、うん、あ、例えば一、ね、うん、泊一人でいくらって言うでしょ。うん、そんな感覚ないよ、韓国は。一泊いくらだよ。一人って、なんか、つかん。ああ、そういうことね。うんうん。なんか、なんで、なんか、日本のなんでも一人でいくら、一人で、なんか、分配文化だから、それはちょっと、なんか、難しかった。難しいというか、なんか、違い？韓国と。何、人数関係ないの？人数関係あるけど、そうやって、人数って関係、あるよ、あるけど、わざわざ一人でいくらって書かない。ああ、そういうことか。うん。だから、分配しないから大体は。なるほどね。うん。みんなで払っちゃうんだ。日本の特徴じゃない？それ。
でもそれいいと思うの。なんかやっぱり分配するとき計算しなくてもいいじゃんね。そう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 。そう、それはやっぱりなんか韓国それがあるのだから、あのこれ一人分かじゃないから自分が払いたくない時があるの。上がる時なんか、なんかあどうしようどうしようってなんかちょっと見たりとかするのがあるけど、日本は一人でいくらって決めてあるからさ。そうだ、ね、決まってあるから、大体だ飲み放題とか食べ放題と一人でいくらって計算するじゃん、うん、おだから、うん、だから一人で自分が払う分の決まってるから、まあそれ便利だかな、払いやすいかな、それもあるね。あそうだね、うんうん。